名前を。俺の術師。少しでも。手名前を。まんな。今日はこれだって。明日も待ってるから。スクナは全部食ってやる。あとは知らん。もっと強くなってもらわないとね。なるほどね。ほうほう、いいんじゃないの。もっと強くなってさ、僕に楽させてよ。たまには連携。スクナは全部。こいつをこなせば呪術のイロハもなんとなく。いいね。次もその調子でサクッとこなしちゃってよ。まあこんなもんだろ。行くか。スクナは。早いとこ終わらせましょう。さて、どうしましょう。いや、勝たず。行くわ。行くぞ。これで腰痛かな。そろそろおしまいにしましょう。バウト、押し流せ。いや、勝たず。はい。行くぞ。これで腰痛かな。そこ。どなり。ダメ。せか、手早。行くわ。行くぞ。そう焦るなよ。そこ。やるじゃ。ビビらず行け。はーい。勝たず。行くわ。やるか。術式判定。赤。そろそろおしまいにしましょう。はーい。勝たず。はい。行くぞ。そう焦るなよ。まあ最強だからね。手か、手早。はい。行くぞ。そう焦るなよ。そろそろおしまいにしましょう。そら。バウト、押し流せ。いや、手早。行くわ。やるか。そう焦るなよ。そこ。どうなり。
やっ、手早い。行くわ。やるか。そう焦るなよ。僕の分も頑張って。やれ。はい。手早い。はい。やるか。術式判定。赤。そこ。はい。片付。はい。行くぞ。そう焦るなよ。そろそろおしまいにしましょう。では今日はこれで直帰します。なーね、ちょっとヤバそうね。手加減はしてあげるよ。手早く済ませましょう。行くわよ。やるか。このまま払うわ。これで様子見かな。そろそろおしまいにしましょう。手加減はしてあげるよ。片付けます。行くわよ。やるか。そう焦るなよ。そこ。ビビらず行けよ。やっちゃっていいの。手早く済ませましょう。相手してやる。やるか。さて楽しくなってきた。7対3。このまま攻めるわよ。はい、今がチャンスだよ。これはいけませんね。気持ち悪い。まずいな。これで様子見かな。そこ。ねえ、やれ。はい、今がチャンスだよ。手早く済ませましょう。相手してやる。行くぞ。7対3。かかってこいや。収束、発散、術式判定。赤。まあ最強だからね。安全そうだな。後ろから撃たれないよう気をつけなさい。さーて、どう払ってやろうかしら。やっちゃっていいの。片付けます。相手してやる。行くぞ。これで様子見かな。そこ。ねえ、やれ。やっちゃっていい。手早く。おいて。行くぞ。そう焦るなよ。そこ。まだ報告がある。早く帰る。うん、うん、キャンプの。早くしなさい。置いてくわよ。どうも言ってやがった。手加減はしてあげるよ。手早く済ませましょう。行くわよ。やるか。これで様子見かな。そろそろおしまいにしましょう。ねえ、やれ。手加減はしてあげるよ。手早く。行くわよ。行くぞ。
そう焦るなよ。そこ共鳴ビビらず言う。手加減はしてあげるよ。手早く行くわよ。行くぞ。これで用心から。あなたなら。あめ。はーい、今がチャンスだよ。手早く済ませましょう。行くわよ。行くぞ。術式判定。赤。うん。そろそろおしまいにしましょう。ね、やれ。はーい、今がチャンス。片付けます。行くわよ。やるか。これで腰痛かな。そこ。うん。では今日はこれで直帰します。気を抜くなよ。さっさと片付けましょう。やっちゃっていい。片付けます。相手行くぞ。そう焦るなよ。そらやっちゃっていいの。手早く行くわよ。やるか。そう焦るなよ。そこ。終わった終わった。なんだ。僕の戦い方よく見といてね。ちょっとヤバそうね。やっちゃっていいの。片付けます。相手してやる。やるか。そう焦るな。やるか。ビビらず言う。はーい、今がチャンスだよ。手早く行くわよ。まずいな。そう焦るなよ。ビビらず言う。手加減はしてあげる。片付け行くわよ。まずいな。これで様子見かな。ここ。それじゃおしまいにしようか。これはいけませんね。収束、発散、術式判定、赤。まあ最高だからね。僕の戦い方、よーく見といてね。さて、どうしましょうか。や、手早く。行く。やるか。そう焦るな。そろそろおしまいにしましょう。バウスト、押し流せ。や、手早く。はい。行くぞ。これで様子見かな。すごいわね。ともなれ。あめ。それじゃこれは。行くわ。やるか。収束、発散、術式判定、赤。
まあ最強だからね。注意が必要ですね。でか手早おいやるか。そう焦るなよ。そろそろおしまいにしましょう。バウンド押し流せ。でか手早いくぞ。これで様子見たら。あなたならそこ共鳴れ。ダメ。それじゃ片付けやるか。収束発散術式判定赤マキン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 。まあ最強だからね。厳しい環境。僕の戦い方よーく見といてね。さっさと片付けましょう。やっちゃっていいの？手早く済ませましょう。相手してやる。行くぞ。これで様子見かな。そこビビらず行けよ。やっちゃっていいの？片付け行くわよ。やるか。これで様子見かな。そら終わった終わった。ママな。黙っていいわね。早くしなさい。置いてくわよ。うん。油断するなよ。やっちゃっていいの？片付けます。行くわよ。やるか。これで様子見かな。はっ。やっちゃって手早く相手し行くぞ。そう焦るなよ。手加減は片付けます。これで様子見かな。まあ最強だからね。鍛錬ですね。サポートしますよ。スクナは全部食ってやる。
どうせた辻子シャケ。では始めましょう。さっさと終わらせますよ。時間が惜しい。手加減はした。片付け。相手し。行くぞ。これで様子見かな。はっ。あ。あめ。やっちゃっていい。片付け。相手してやる。やるか。これで様子見かな。はっ。あめ。やっちゃっ。手早く。行くわよ。やるか。これで様子見かな。次に取り掛かります。片付けます。行くわよ。行くぞ。そう焦るなよ。ともなり。ビビらず行けよ。それじゃおし片付けます。行くわ。行くぞ。これで様子見かな。そこ。あめ。次に取り掛かります。手早く済ませましょう。収束、発散、術式判定、赤。まあ最強だからね。どうせ足りなくなるんだ、集めておこうぜ。よし、どうせ足りなくなるんだ、集めておこうぜ。早くしなさい、置いてくわよ。さーて、どう払ってやろうかしら。手加減はした。手早く。行くわよ。やるか。そう焦るなよ。そこ。次に取り掛かります。片付けます。行くわよ。行くぞ。これで様子見かな。次行くぞ。やっちゃっていいの。手早く済ませましょう。相手して。行くぞ。これで様子見かな。そこ。あめ。それじゃおしまい。手早く済ませましょう。準備万端。こっからよ。術式判定、赤。スレージュ、カウンタシー。ノーブラ。分かってる。まあ最強だからね。スジコ、シャケ。おかか。クナは どこまでできるか知りたいんだ。嫌いな人間が死ぬボタンがあっても多分押せない。でも僕のことを嫌いな人間が死ぬボタンなら迷わず押す。最悪だ。高校生が学校サボって映画館来るなよ。僕もだけど、しかもよりによよしのが超エロい目で私の胸見てた。見たの。見てないよ。じゃあ翼が嘘ついてるって。くっそ、あの女自分の立ち位置を僕で確かめて喜んでる。ちくしょう。言ってやる、翼さんは自分で思ってるほど可愛くないよ。は？それは三人とも分かってる。それでもチヤホヤもてはやすのは君がやらせてくれそうだから。全然内容入ってこない。ダメダメ、全然やらせてくんねえの。あいつもダメだ。喋るな。
マジマジ。スマホの電源くらい切れ。あんまなる。今暇。君たち。そうね。マナーは守ろうね。アップ。なんだこれ。こんなことが人にできるのか。できたとして、それは本当に人なのか。映画館のあなたがやったんですか。へえ、君、俺が見えるん。やったのが俺なら、どうする。責める。彼らは君にとって特別だった。僕にも同じことができますか。今回僕は引率できなくてね。でも安心して、信用できる後輩呼んだから。脱サラ一級呪術師の七海健人くんでー。その言い方やめてください。呪術師って変なやつ多いけど、こいつは会社勤めしてただけあってしっかりしてんだよね。他の方もあなたには言われたくないでしょうね。脱サラ、なんで初めから呪術師にならなかったんすか。まずは挨拶でしょう。はじめまして、虎杖くん。あ、はい、はじめまして。私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということです。同じクソなら、より適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんです。虎杖くん、私と五条さんが同じ考えとは思わないでください。私はこの人を信用しているし、信頼して。でも尊敬はしています。上のやり口は嫌いですが、私はあくまで規定側です。話が長くなりましたね。要するに、私もあなたを術師として認めてい、スクナという爆弾を抱えていても己は有用であると、そう示すことに尽力して。俺が弱くて使えないことなんて、ここ最近嫌というほど思い知らされてる。でも俺は強くなるよ。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。言われなくても認めさせてやっからさ。もうちょい待っててよ。いえ、私ではなく上に行ってください。私はぶっちゃけどうでもいい。監視カメラには何も映ってなかったんだよね。ええ、被害者以外は少年が1名の。じゃあ犯人は呪霊？まあそうですね。あの少年がやった可能性もなくはないのですが、そちらの身元特定は警察の。モメント。呪霊。こちらは私が片付けます。虎杖君はそちらのもう一体を。勝てないと判断したら読んでください。ちょっと舐めすぎじゃない？俺のことは。舐める舐めないの話ではありません。私は大人で、君は子供。私には君を自分より優先する義務があります。ガキ扱いなら舐められた方が良かったよ。君はいくつか視線を越えてきた。でもそれで大人になったわけじゃない。枕元の抜け毛が増えていたり、お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり、そういう小さな絶望のつ。私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出すことができます。7対3、対象の長さを線分した時、
この比率の点に攻撃を当てることができればクリティカ、私より格上の者にもそれなりにダメージを与えることができます。呪力の弱いものであればこの生クラでも両断できます。そういうのってバラしていいもんなの？バレても問題ない術式、問題のない相手、またはバラすことでミスリードを誘うのであればいいでしょう。メリットはあります。手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。こんな風に。私からは以上です。気を抜くなよ。さっさと終わらせますよ。時間が惜しい。手加減はしてあげるよ。片付けます。相手し行くぞ。そう焦るなよ。あめ。手加減はしてあげる。手早く済ませましょう。これで様子見かな。まあ最強だからね。ユージの呪力はさ、遅れてやってくるね。遅れて？ユージの瞬発力に呪力が追いついてない。呪力を止める技術も未熟だから奇跡に残りが、それが逆に変則的な呪力の流れを作ってる。拳が当たったと認識した直後に呪力がぶつかってくる。つまり一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。決定拳。巣の力が人間離れしているのか、衝撃が少ない呪力ながら波の術師の 120% 成立している。そこに時間差で流れ込んでくる本命の呪力、やられ伸びしろもある。 100% の体術に 100% の呪力を乗せられるようになれば、あの人が連れてきただけはあるわけだ。失礼。今とどめを。呪いの腕に時計。いや、まさか。虎杖君、とどめは待ってください。え、呪霊ってこういうの映んないんじゃ。落ち着いて聞いてください。私たちが戦っていたのは人間だよ。いや、元人間と言った方がいいかな。映画館の3人と同じだな。呪術で体の形を無理やり変えられてる。それだけなら初めに気づけますよ。私たちが戦った2人には呪霊のように呪力がみなぎっていた。そればっかりは犯人に術式のことを聞くしかないな。ただ脳幹のあたりにいじられた形跡がある。脳までいじれるなら呪力を使えるように人間を改造することも可能かもね。脳と呪力の関係はまだまだブラックボックスだからな。そうだ、虎杖は聞いてるか？あ、うっす。こいつらの死因はざっくり言うと、体を改造させられたことによるショック死だ。君が殺したんじゃない。そのあたり吐き違えるなよ。はい。どっちもさ、俺にとっては同じ重さの他人の死だ。それでもこれは趣味が悪すぎだろ。この子は他人のために本気で怒れるのだな。あの残影自体グラフで私たちは誘い込まれたのでしょう。相当なやり手です。俺はそこそこでは済みそうにない。決まっていきましょう。おい！ねえ、はい、どう
特級仮想怨霊、そう呼ばれる呪霊がいる。呪霊は人間から漏出した呪力の集合体。実在しなくても共通認識のあるイフのイメージは強力な呪いとなって顕現しやすい。共通認識のあるイフのイメージ、有名な妖怪や怪談ってことですか？そう、トイレの花子さんとかキュービの陽子とかいろいろ。呪術師はそれらを特級仮想怨霊として登録し警戒してる。正体不明の強力な呪いも仮想怨霊としてカテゴライズするあたり、それしか見えてないって感じだよね。でも人々が常に恐れているのはそんなおとぎ話じゃないだろ。天才とか。君との会話はストレスがなくて助かるよ。大地を、森を、海を、人々は恐れ続けてきた。それらに向けられた呪力は大きすぎるがゆえに、形を得る前に知恵をつけ、今まで息を潜めていたんだ。みんな誇らしい俺の仲間さ。真人さんは何の呪いなんですか？人間。俺は人が人を憎み恐れた腹から生まれた呪いだよ。俺は人が人を憎み恐れた腹から生まれた呪いだよ。もう、ねえ、はい、好きの反対は無関心なんて初めに言った人はちゃんと地獄に落ちたでしょうか？悪意を持って人と関わることは関わらないより正しいなんてありえない、好きの反対は嫌いです。日本人って好きですよね。シンプルな答えを複雑にして別に浸るの。それ考えたの日本人じゃないよ。もともとどこかの外国の人が言ったのは、愛の反対は愛っていろんな定義があるから大義に無関心が成り立つと思うんです。でも愛って普段使わないじゃないですか。だからそれがこの国ではいつの間に愛と無関心の大義が成り立つかどうかなんて誰も考えずに広まったっていうか。みんな言葉遊びが好きなのさ。なぜなら人間は言い訳をしないと生きていけないから。一人の人間をどこまで大きくできるかの実験。逆に君の持ってるそっちはどこまで小さくできるか試してみ。これが人間。こんな指みたいなものが。順平は死体に慣れてるの？どうでしょう。これが僕の母だったら取り乱し真人さんを憎んでいたかもしれません。でも僕は人間の醜悪さを知っています。だから他人に何も期待していないし、他人の死に何も思うことはありません。無関心こそ人間の行き着くべき美徳です。そんな君が復讐。矛盾してるって言いたいんですか？順平は、ないよ。魂はある、でもそれは心じゃない。じゃあ僕のこの。俺はこの世界で唯一魂の構造を理解している。それに触れることで生物の形を変えているからね。喜怒哀楽は全て魂の代謝によるものだ。心と呼ぶにはあまりに。人は目に見えないものを特別に考えすぎる。見える俺にとって魂は肉体と同じで何も、ただそこにあるだけだ。わかる？命に価値や重さなんてないんだよ。天地にとっての水のように命もただ巡るだけだ。
それは俺も君も同じ。無意味で無価値だからこそ何をしてもいい。どう生きようと自由なんだ。無関心という理想にとらわれてはいけないよ。生き様に一貫性なんて必要ない。お腹が減ったら食べるように、憎いなら殺せばいい、ね、俺は純平の全てを肯定するよ。最近の失踪者、変死者、窓による残影の報告をまとめました。これである程度犯人のアジトが絞れます。よし、乗り込むか。いえ、まだまだある程度です。私は調査を続けますので、虎杖君には別の仕事を。映画館にいた少年吉野純平、彼は被害者と同じ高校の同級生。映画館の監視カメラはスクリーンに続く通路のみでしたが、佇まいからして彼が呪詛師である可能性は低いと考えていました。ただ被害者と関係があるとなれば話は別です。呪詛師？悪質な呪術師のことです。手順は伊地知君に任せてあるので、二人で吉野純平の調査をお願いします。おっす。じゃあ行ってきます。伊地知さん、行こうぜ。先に車に乗っていてください。ある程度ではなく、もう分かっているんですよね、犯人の居場所。もちろん。犯人はその気になれば残影なんて残さずに現場を立ち去れるはずです。私たちはまた誘い込まれています。単身乗り込むリスクと虎杖君を連れていくリスク、前者を選んだまでです。彼はまだ子供ですから。七海先生、言い忘れてた。気をつけてね。虎杖君、私は教職ではないので先生はやめてください、じゃあ七海引っ叩きますよ。んじゃ、行きましょっか。もう、いました、吉野純平ですね、報告によれば高校にはしばらく行っていないみたいで。それは俺もそうだけどさ、あいつら元気にしてる？元気にやってるみたいですよ。そっか、うん、でどうすんの？これを使います。それ呪霊？妖刀、4級にも満たない低級の呪いです。人気のないところに出たらこいつに彼を襲わせます。その1、呪いを視認できない一般人の場合、虎杖君が救助してください。その2、視認できるが対処する術を持たない場合、同様に虎杖君が救助、事件当日の聴取をします。その3、呪術で妖刀を払った場合、即時拘束します。力ずくで構いません、5人ならそれでいい。後で謝りましょう。ただその4、2級術師以上のポテンシャルが吉野純平にあった場合、一度引いて七海さんと合流します。2級ならギリなんとかなると思うけどな。呪霊ならね。以前伏黒くんが言ってましたね、通常呪霊と同等級の術師が任務、つまり2級術師は2級呪霊に勝つのが当たり前、2級術師は1級呪霊に近い実力というわけです。なんで俺はそういう大事な情報を知らないの？五条さんは適当だから。出てくるならさっさとしてください。異業、手遅れとはいえ人を殺めるのは気分が悪い。いやよかったよかった。五条悟が来ても困るけど、あんまり弱いと実験にならないからさ。
残業は嫌いなので手早く済ませましょう。へえ、面白そうだね。やっちゃっていいの？片付けます。相手してやる。やるか。これで様子見かな。そこねえ、やれ。よっと。やっちゃっていい。片付け。行くわよ。やるか。これで様子見かな。そこダメ。楽しいな。やっちゃっていいの？手早く済ませましょう。相手してやる。行くぞ。よーい、ちょっと。そろそろおしまいにしましょう。ビビらず行けよ。よっと。今なら行けるね。手加減してあげるよ。手早く済ませましょう。相手してやる。行くぞ。かかってこいや。これで様子見かな。そろそろおしまいにしましょう。魂の形保てるかな。それじゃおしまいにしようか。手早く済ませましょう。相手してやる。やるか。術式判定。赤。まあまあ、あなたなら当然でしょう。そこ。はーい、今がチャンスだよ。片付けます。準備万端。やるか。そう、あとは。まあ最強だからね。俺ちゃんと受けたよね、呪力で。そういう術式？そういうとは。他人任せな抽象的な質問は嫌いです。よかった。おしゃべりが嫌いなわけじゃないんだ。相手によります。ここまで会話が成り立つ呪霊、五条さんの報告にあった未登録の特級呪霊2体と無関係とする方が不自然か。あんたはさ、魂と肉体どっちが先だと思う？ほらあるでしょ、卵が先か鶏が先かみたいな話。肉体に魂が宿るのかな、魂に体が肉付けされているのかな。前者。ぶっぶー。答えは後者。いつだって魂は肉体の先にある。肉体の形は魂の形に引っ張られる。つまりこんな風にね。自由じゃない。己の魂の形を強く保っているんだ。もう分かったでしょ。俺の術式は魂に触れ、その形を変え。無意転変。駒を小さくしてストックしてるんだ。結構難しいんだよ。一般人は変形するとそのうち死んじゃうけど、呪術師はどうかな。17時半、今日は10時から働いているので、何が何でも18時には上がります。へえ。形を変えるのに元の人間の質量は関係ないのか。どちらにしろ私の術式とは相性が悪い。一度改造された人間はまず助からん、襲われたら迷わず殺せ。それが被害者のためで。ああ、ごめんごめん、いっぱい練習したからさ。大きさ変えてもすぐ死ぬことはないけど、脳？意識？の方はまだ精度悪くてさ。そうやって魂の汗がにじみ出ることがあるんだ。気にせず続けよう。気にしてなんかいません。仕事に私情は持ち込まない主義なので。嘘が下手。魂が揺らいでいるよ。一級。強いわけだ、実験体。急にスピードが上がってびっくりした。自分の魂の形だって変えられるんだよ。呪術師は
呪力で体を守ることはできても魂を守ることはしてきてね。第一に己の魂を、でも多少は無意識に魂を呪力で覆っているようだね。ま、あと 2,3 回触れて人間やめさせてあげ、たまには連携もいい。宿儺は全部く、うん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 、う